お疲れ様です。お疲れ様です。どうだったこの1年間。いやー結構大変でしたよ何を撮影すればいいかもわからない、何を聞けばいいかもわからない、動画の編集の仕方もわからない、何にもわからなかったね最初そこからちょっとずついろんなこと調べつつ、うん、無理やりやってきた半年間って感じでしたね。うちに入社したのが5月でしょ。そっから7ヶ月。早かったです。すごい7ヶ月も経ったか。もう7ヶ月ですよ。もう本当に1週間が早くて、やばいもう今日アップみたいな、終わりながら暮らすみたいな感じでしたね。でもたくさんみんな協力してくれたりとか、それがなきゃ多分私やっていけてないなって思います。でもみんな協力してくれた。してくれました。特に営業の本田さんは協力してくれたっていうのは本当に感じましたね。まあ、でもちゃんと会社の組織として YouTube の部署かちゃんと確立していきたいからね、来年はね。そうですね。あ、まあミーティングにはちょっと参加してもらって、ちゃんと自分の意見を伝えて、そうですね、みんなに協力してもらうと。今年はほぼもう私が一人で考えたやつを誰かにこういうのしたいんでお願いしますっていうような形だったんで、一人じゃもう思いつかないことも結構出てきちゃって。確かに、まあ、来年からはいろんな人の意見とか聞いて、もっとこういいように変えていければいいなって思いますね。まだあと塗装屋だから塗装の技術的なこととかやりたいね。なんかね、そうですね。だからやっぱ一番いいのがなんかそのコメント欄にね、こういうのをちょっと参考にしたいからやってくんねえかとかってのがあれば嬉しいな。確かに欲しいですね。そういうのやってみたい。やってみたいです。まあ、だったらやっぱチャンネル登録者数が少ないからね。確かに。まあ、来年の目標は1000人。1000人と、もう週3本でしたっけ。週3本行きたいね。1000人行ったらカメラマン入れてくれるらしいんで。カメラマンも雇うよ。皆さん応援してください。お願いします、本当に。頑張ってるんで、この子。じゃあ来年も、はい、来年その目標を達成できるように頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。